皆さんこんにちは、こんばんは。菩薩のベストトレンドニュースです。7年ぶり家族と対面の認知症女性、群馬県警の迷い人手配での記載ミスが原因だったをお届けします。2007年に群馬県館林市で保護された認知症の女性を県警が迷い人として全国の警察に手配した際、衣類に書かれた名前の記載を誤っていたことが2014年5月13日、県警への取材で分かった。県警は、行方不明者を紹介するシステムにも誤って登録しており、当時の経緯を調べている。県警や館林市によると、女性は東京都の柳田美恵子さん、67歳、で、館林署が2007年10月30日に保護した。NHK が今月11日に放送した番組をきっかけに視聴者から情報が寄せられて身元が判明。ほぼ7年ぶりに家族との対面が実現した。県警は外見の特徴など身元確認につながる手がかりを迷い人紹介書に記載する際、下着にカタカナで美恵子と書かれていたのに氏名不詳だが、衣服にはえみこ、と記載あり、都市、紹介システムにも同様の、登録をしていた。別の衣類には、カタカナで、柳田、とも記載されていたが、県警は昨年12月まで、名字を把握していなかったという。館林氏は、柳田さんが保護時に、久美子、と、名のたため、柳田久美子、として、住民票を作成し、市内の介護施設に入所させた。県警は、保護時の資料は3年の保存期限を過ぎたため廃棄した。関係者から事情を聞くなどして、調べる、と話している。ずさんな警察の対応と、ミスを出した後の隠蔽体質を、直さねば、いつまで経っても良い方向には、向かわないことは、小学生でも考えれば出る、改善点ではないか。最後までご清聴ありがとうございました。菩薩でした。